フィート。フィート、フーート、軽量法上の表記または、フット、フク、フィート、タン、フットは、ヤードポンド法における、長さの単位である。様々な定義が存在したが、現在では、国際フィートが、最もよく用いられており、正確に0.3048メートルである。1フィートは12インチであり、3フィートが1ヤードである。 日本では他のヤードポンド法の単位と同様、一定の場合に限り、当分の間、使用することができる。英語での単数型は、フット、フート、またはフットである。計量法の体系では、フットの語が用いられることはなく、フートまたはフィートと定められている。これは、ジス規格などにおいても同様である。例えば、ジス z 千二百二から一量及び単位第一部。 空間及び時間における、フート、平方、フート、立方、フート、フート毎秒、フート毎秒毎秒。漢字では、尺と書くことがある。ワンフットのように英語では単数型を用いる。場合にも、日本語では、フィートの語を用いることが多い。本校においては、法定上の名称以外では、弁宜上、統一して、フィートを用いる。単位記号は、 日本の軽量法上はフィートのみを使うことができる。米国ではプライムを用いることがある。例えば30は30フィートを意味する。プライム記号は文の記号であるので紛らわしく使用しない方が良い。プライム記号の代わりにアポストロフィが用いられることもある。ダブルプライムがインチを表すので51は5フィート1インチの意味となる。本来フィートは 足の大きさに由来する身体弱であるとされている。フィート、フットは足を意味する単語である。ヨーロッパのほぼすべての文化で足の長さを基準とする長さの単位が使われていた。足の長さを使用した長さの基準で最も古いものはシュメールに見られる。その長さは紀元前2575年頃のラガシュの支配者グデアの像によって知ることができる。 国際フィートは古代ギリシャ時代にエジプトで使われていたフィートを変更して作られたローマ帝国で採用されたより大きなフィートに由来する。土壌工の標準化の過程でいくつかの異なる長さのフィートが使用されてきた。最もよく使われてきたのはイギリスのフィート100.304798967メートルとアメリカのフィート 約0 3 0 4 8 6 0 9メートルであった。A フィートに対して B フィートは約5 3 9 0だけ大きい。測定精度の向上により、この差が無視できなくなったので、1958年に両国とカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカの6カ国が協定を締結し、その長さを1959年7月1日以降、 正確に0.3048メートルと定めた。これが国際フィートと呼ばれているものである。国際フィートは上記の6カ国以外においても航空分野など特殊な分野で今も使われている。日本国内においても軽量法不足第5条によって同様の扱いとなっている。国際フィートが定められた後もアメリカ合衆国では従来のフィートは 米国測量フィートの測地測量の成果を1959年以降も継続して使用しているためである。米国測量フィートは1893年以降、正確2200、3937メートル、約 0. 1 0 0 3 0 4 8 0 609、601、219メートルと定義されている。このような定義になったのは、 アメリカが1866年にメートルを最初に導入した際にメートルを基準にしてフィートを定義するのではなくフィートを基準にしてメートルを次のように定義したためである定義1メートルイコール39.37インチ正確に1フィートイコール12インチであることから1メートルイコール39.37フォーミュラ1フィートイコールフォーミュラ2フィート したがって、一測量フィートイコールフォーミュラ3メートルイコール約0 3 0 4 8百六6 0 9 6 0 1 2 1 9メートルとなる。国際インチは正確に0.0254メートルなので、国際フィートは測量フィートの正確に0.999998倍である。すなわち、次の関係がある。つまり、一零零零零零国際フィートの長さ。 3 0 4 8トルを測量をフィートで測り取ると、正確に2測量をフィート分だけ少ないことになる。なお、ヤードはフィートの正確に3倍であるが、測量をフィートに対応する測量ヤードというものはない。これは、米国の測地測量においては、測量マイル、測量をフィート、ロット、チェーン、リンクのみが使用され、 ヤードという単位は決して使用されることがないためである。インドにおいてもアメリカ合衆国と同様の事情があったために、インド国内での測地測量のために、インディアンサーベイフットイコール正確に0.304799514メートルが残されている。イギリスでは1936年以来メートルで、 測地測量を実施していたのでアメリカ、インドのような問題は生じておらず、1959年以降は国際フィートのみを使用している。東洋の尺還法における差し、日、100.30303メートル、中、100.33333メートルも、現在のものは足を基準にしたものであり、フィートとほぼ同じ長さとなっている。そのため、 フィートを表すために作られた漢字は、尺に基づく尺であり、中国ではフィートのことを英尺と呼んでいる。一フットのように英語では単数型を用いる場合にも、日本語ではフィートを用いることが多い。フットを日本語で表記する際に、足の意味で使われている場合は、フット、長さの単位として使われている場合は、フィートと、慣習的に書き分けている。 航空交通管制で航空機の飛行行動を表すためにフィートが世界的に使われる。航空管制以外の日常生活や小取引ではアメリカ合衆国など一部の国に限られるがアメリカ合衆国が世界的に大きな影響力を持っている関係上、日本をはじめとするメートル法を採用している国も用途や対象を限定してフィートの使用を認めている。なお、 中国、北朝鮮、モンゴル、ロシア及び CIS 各国では航空管制においてメートルが使用されている。具体的には日本の計量法はフィートを含むヤードポンド法による計量単位を1航空機の運航に関する取引または照明2航空機による運送に関する取引または照明3航空機及び航空用機器並びにこれらの部品に関する取引または 照明の三つについては当分の間法定計量単位とみなすとしているフィートの長さはヘンリー一世の足の長さであるという俗説があるヘンリー一世の足の長さは12インチであったというヘンリー一世はこの長さをもってイングランドにおける長さの基準とたしかし現代のヨーロッパ人男性の足の長さの平均は 約9.4インチであり、イギリス人、男性1000人のうち996人は、足の長さが12インチ未満である。一般的な男性の足の長さよりも1フィートが長くなっている理由として、最も有力なものは、元となったヘンリー一世の足の長さは、裸足で測られたのではなく、靴か何かを履いた状態で測ったものである、というものである。足の長さを使って、 敷地の長さなどを測ることを考えると、裸足で細くすることは考えにくく、靴を履いて行うものと考えられるからである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。